はい、どうもです。普段ですね、スプラトンやってる時のジャイロ操作の感度が自分 4.5 なんですよ。で、スティックの感度が5なんですよね。で、これを今回は最低限まで、マイナス5まで下げていこうかなと思います。スティックの操作はこのままでいいと思うんですけど、ジャイロのこのこっちの動きの時の感度だけ下げました。で、今回はこれで戦っていこうかなと思います。まあ、普段高いのであんまり動かしていかなかったんですけど、今回はめちゃくちゃ動かすんじゃないかなと自分でも予想できるんですけど、これで俺戦えるのかな。まあ、感度ってね、昔からどれにしようかなって悩んだ末に、俺は一番最高度5にしたんですよ。もしかしたらマイナス5でも俺できるかもしれない。これで今日は戦っていきたいと思います。で、武器なんですけど、クワッドホッパーでもいいと思うんだけどな。まあ、前若葉シューター使ったので今回は若葉シューター使っていきましょう。はい、間違えました。ショッツル講座のアバリバトルです。よろしくお願いします。ちょっと緊張するわ。これどんな感じになるんだろう。自分でもまだ試し撃ちをしていないので、ちょっと心配ですね。うわぁ、射程長い。あ、待って。全然動かない。全然。え、全然動かない。今までと全然違う。これやばいよ、みんな。これ。これやばいです。スティック結構使わないと厳しいと思うんだよ。全然向かないこれ見ると感度みんな変えた方がいい。絶対5とかの方が楽だって。え、すごいこれみんなこれ、感度低いとこれやってんの？すごいね、スプラトゥーンこれでやるの。あ、やばい。地面を塗るのも大変なの。お、敵来そう。お、そっちから来たか。うわ、やれそうなのにやれない。うわ、マジか、悔しいマジで悔しい。マジ、向けてなかったか。いや、今までやってきたスプラトゥーンの、なんて言うんだろう、携えたものが全部失ったって感じ。蓄えてきたものが、全部なくなったって感じですね。ゴムだけうまいこと投げれるかな。スティック使えばなんですけど、うわぁうわぁ待って、ゴムだけ来た。いけにあんま使います。ほい、ここにあれで、あ、向かない、マジで向かない、マジか嘘だ。ギュッてやんないと向かないのか。ギュッあ、敵も強いよ。おかしいな。で、普段倒せてると思うんですけどね、立ち回り変えなきゃきついかな。これいつもキルする立ち回りで戦ってるんですけど、ほい、いい感じでボムが。あ、落ちないか。まあ、とりあえずボム投げていくしかない。ほい。ほい。右来ましたね。ちょっとインカーマーだけ貯めてあげましょう。味方と一緒に抱えた左二人来ましたね。ただスペシャル溜まってんだよな。デッパク来た。あ、ナイス。これ、スペシャル使います。ジェッパー降りてくるところに。行け、みんなで行け、当たれ当たれよし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 、待って、マジで難しい。逆転してる相手ピンついてますよ。くっそなんだこれ、なんだこれ、インカマ、あ、なんかいる。あ、待って、マジかナイス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 、悔しい、マジで悔しい。マジか、左来そうだな。左守ってあげよう。右は味方に任してるから。来てるね、来てるけど、まずは塗る。まずは塗る。これ、味方のために塗る。いける。やれる。あー、惜しかった。でも勝ったかな、相手一人だけだ。あ、てか、回線落ちてたじゃん。いや、難しかった。こんなになっちゃうね。これがなんか、スプラトゥーンって感じ。昔、多分、こんくらいでやってました。自分はもう感度高いので慣れているので、ああ、難しかったな。でも6人倒してるよ。はい、間違えました。ステージはショットル鉱山縄張りバトルです。武器を変えました。チャージャーに変えたんですけど、初めてかな。俺、人生初めて感度が低く、チャージャーやると思います。武器に、
よって、感度を変える人いると思うんですけど、俺一回もそういうことしたことない。ただ、あー、だめ！難しくね？え、難しくない？難しくない？これ。ただね、ブレないわ。ブレが少ない。けど、なんかめっちゃ今が待ってない。なんかね、俺が動かしてない感じがする。勝手にイカが動いてる感じするんですよ。ほら、なんかバルーン打ってるもん、俺。おかしいな。あ、いる、なんか。あ、右に向けない。無理か。ボム気をつけないと危ない。ちょっと待って、足は引っ張りたくないぞ。ブレないから、なんか上下に。こういうグワングワンはしないけど、あ、ボムラッシュしてあげる。あ、ナイス先生です。危ね。これ大丈夫か、俺。あ、ナイス、ありがとう、ありがとう、ありがとう。なんかめちゃくちゃ突っ込んできましたね。これね、チャージャーの仕事したいな。うわあびっくりした。見えなかった。ナイス、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 ナイス。あ、そうか、おー、うまい、リット。ありがとう。これ今度右側行こうかな。難しいぞ。よし。うわあ。うわあ。一人いるね、まだ。あ、ナイス、うまい、うまい、マジでチャージャーうまい。教えて、やり方を。感度何ですか？味方のチャージャーさん。感度何ですか？ここで頑張るしかない。くそー出てこない。出てこないね。あ、浮いた浮いた、初めて初めてだった。おい、行け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 。あー、惜しい！今ちょっとなんか、ブレたというよりかは、普通にミスったな。あぶ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 。スティック使えばなんとかいけそう。おい。おい。あ、ナイスナイス、チャージャーうめえ。左でリッターが、頑張ってくれてるから、やべやべやべ、一回戻って、よいしょ。ここかな？ここに行こう。うーん、惜しい。これはボムラッシュしよっか。あ、ナイス。おい。役に立ってればいいけど。あ、そこ逃げてくね。無視だな。あれ、味方に任せよう。ここいる。降りたな。あ、待って、ボムが。あー、くそー、ごめん。ボムにやられた。いや、二人倒せたけどね。難しかったな。やべ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 。最後やられちゃった。うっ。うっ。うわあ。当たんねえ。最後当たんなかった。最後ちょっと全然。外しちゃったから。あー、惜しい、めちゃくちゃ惜しかった。俺最後のターンが敵撃つんじゃなくて塗っとけばよかったかな。ミスったー。やらかしたー。あー、ごめんなさい。ありがとうございました。はい、間違えました。ショッツル鉱山の暴れバトルです。武器を変えまして、チャージャーにしました。ただ、感度を低くして俺チャージャー使ったことがないので。当たるか当たらない以前にちゃんと動けるかどうかなんだよな。あ、難しい。もうこの時点で難しいわ。なんか今までのチャージャーと違うもん。あー、でもね、ブレないわ。プルプルしない。あー、やれそうなんだよな。これ倒せそう。あー、必死しない。やったー、ナイス。うん、惜しい。ここいない。惜しい。あー、惜しい。あ、惜しい。あ、待って、来てるね。あ、当たらなかった。おい、やった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 。正面入れば倒せる。ナイスナイス、味方ナイス。で、これはちゃんと塗りましょう。 OK。 距離対してもう嬉しいわ。倒せるかな、次。ここいるね、なんか今見えたぞ。うん、ボムラッシュを入れていきたいけど、味方が前に出るタイミングだな。やるとしたら。これだな。ここでボムラだな。はい。周り塗ってあげて。なんか敵みんな右側行ってないか。左全然来ないぞ、敵。ほい！
あ、届かない。待って、リッターがいる。危ない危ない危ない。リッター気をつけないとね。射程長いからさ、俺のことも倒せるんですよ。ここ塗っとくか。おい。難しくない?なんか見てて難しくない?これ。こんなに動かすの久しぶりだ。あ、ここいる。みんなここいる。あ、待って、俺死ぬ。はあ!当たらないか。ここいますね。うぅー!ナイス。あ、バルーンいっちゃった。難しい。うん、リッターが見てるからちょっと引こっか。ここ押さえてるだけで敵は嫌がると思うんですよね。ここで俺シャーと戦おう。竹か。ほい。こっちいますよ。出てきたらやるわ。上か。さあどうする。丸見さん俺には撃たなかった。あ、降りてきた。あ、味方やりした。コケごっこやりした。よし!抜いた抜いた抜いた。必戦がでもまだいるな。これ必戦だ。どうする?あ、ナイスナイスナイス。いいねいいねいいね。ナイスだ!あ、てかなんで回線落ちるんだ俺、毎回毎回。毎回俺の相手チーム回線落ちる。感度低くしたら回線落ちるのかな?え、撃てない。なんか感度低くしたらボタン反応するの遅くなったんだけど。ナイス!勝った!勝ちました。勝てた。チャージで勝つの嬉しいな。結構綺麗に味方も塗ってくれましたね。うん、圧勝だ。ナイス勝利でした。感度低くしたら、ボタン押しても反応しなくなった。ちょっとなんか、引っかかる、ここ。なんか、新しい新体験でした。ありがとうございました。